円球の荘園整理例の結果、荘園は増えていくんだという話をしましたね。で、ご三条天皇の円球の荘園整理例なんだけど、ここについては普通ね、摂関家の荘園であっても整理されたって書いてあるんですよね。摂関家の荘園が整理されたっていうことと、これをきっかけに、陰や摂関家が 荘園を増やしていくというのは、これは一体どういうふうにですね、ついつまわしたらええんやと思って、それについてはね、前々からね、平等飲料がキーなんやということは知ってたんですよね。で、平等飲料は、石関家の荘園というか、両域型消炎が増えていくきっかけになったの例なんですけど、じゃあ、石関家の荘園も、 古三城天皇の延久の荘園整理令で整理にかかったという、これは何なんだと。いうことで、伊藤先生のね、本はね、あっちはこっちひっくり返して読んだらね、ちゃんと書いてありました。これは簡単な問題なのでね、最初にね、説明しておきますね。延久の荘園整理令が大国伝を 立て直すための増税のために行われたものであると。これは前に説明しました。大黒殿をですね再建する、こういう公共工事のための資金は、一国費金額という、これで集めるんです。すべての土地にですね税金をどーんとかけてですね集めるんです。すべての土地に税金かけるわけだから、その納税者は誰なんだと。 課税対象者は誰なんだということを決めなあかんわけですね。だからこれね、荘園であっても、公領であっても構わないんです。今はそこを管理して収入上げとおやつ、税払えという趣旨なんですね。でもその時にね、当然ね、そこ、今誰の土地なんということをはっきりさせようと思うと、今までの処理全部調べていきますから、曖昧なものは、これどっちですかと。 荘園なんですかちゃうんですかっていうことになるわけですよね。で、そうすると、荘園として認められないものもいっぱい出てくるという形で、荘、まあ、園は整理されてしまうということなんですね。さて、そこでです。摂関係が持ってた荘園は、果たしてこの五三条天皇の荘園整理で整理されたのか、されなかったのか、 という問題です。で、この伊藤敏和先生のこの本をですね、読んでいるとね、摂関家の省エには2種類あるんやとか書いてありました。一つは、いろんな人が自分の土地を寄進して、国士の介入から守ってくださいで。どこに寄進しようかな摂関家やったらいいかなってですね、え藤原摂関家にどん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 寄進が集まってくるんですね。 コムテのやつがある。まあ、石関係が積極的に集めたもんではなくて、まあ、寄進されてきたから、はいはいはいと言ってですね、受け入れていたものがあると。で、これについては、整理された。石関係の荘園でも、成立されるものがあった。それは、本当、なんですね。しかしながら、荘園整理、 したときに、それをすり抜けた荘園もある。それは何かというと、平等飲料荘園である。平等飲料荘園というのは、1052年に頼道が平等院を建てて、で頼道が土地を寄進して、さらに1067年に五霊勢天皇が平等院にやってきて寄進して、 これを1069年に平等院の省縁ですよということで、不冬不入を大乗館に申請したと,というものがあるんですね。省縁整理では、1045年以降の省縁はダメやと言ってるんで、平等院寮省縁はどう考えたって1045年以降のものなんです。したがって、これダメなんですね。 しかしながら、この荘園は、レ霊ゼ天皇が土地を平等院に寄進して、それも含めて、り道が申請してきたものだと。で、これはね、審理しなかったらしいんです。というか、頼の方も準備万端整えて審査に臨んだらしいんです。 で、寄り道の思惑通り、平等飲料荘園は荘園整理の対象にならなかった。で、物の本によれば、既読荘園研究所が調査に行きますよっていうので、はい、どうぞどうぞってですね、寄り道は準備していたところ、いや、やっぱり行きませんとかいう形でですね、既読荘園研究所は手を出さなかったというような本も書いてあって、まあ、いずれにせよ、 既読荘園研究所では、平等院両荘園の審査はできませんということになった。つまり、寄り道が本気でこの荘園は守るんだと言ってるところについては、既読荘園研究所は手を出せなかった。逆に、いろんな人が持ってくるから、はいはいはいと、寄り道が受け取っていたもの。 ま、これは整理されてしまったと。で、その結果、何が分かったかというと、摂関家が準備万端整えているものについては、記録荘園研究所といえども手は出せないということが分かったと。で、それはなぜかというと、天皇や摂関家は記録荘園研究所よりも上位やからやと。と国士ごときが国士面板で認めたものについては、 そんなものは大丈夫は審査して、これはいいとかあかんとか言えるんですが、干渉不詳もできるんかなまあ大丈夫が出した書類だから審査できるんでしょうね。でも、摂関家や天皇が絡んでいるやつは、これは大丈夫より上の人が作ってるもんだから、これは大丈夫では手は出せないと。なるほどね。役所で自分よりも上の人の 以降にはは下の役所は逆らえないと、公務員の原則がここでも貫かれたわけですね。その結果、何が分かったかというとですね、これが結論ですが、国家のピラミッドがある。ここに国司がいる。その上に記録証言、研究所があるで。この記録書なんですけど、今までのですね、 特使ではダメやということで、もっと上でやれっていうことで、これは大上官レベルになってるんですね。で、ここが審査するんです。しかしながら、この上にある。ここに石関と天皇がいる。審査期間よりも上にあるから、ここから上は手が出せないということになった。だったら、 天皇家やはさすがにですね、まあ、大丈夫の責任者やからね自分で作ったらあかんわねだから天皇家の上皇が天皇家の私有財産として荘園を作る公的な天皇ではなくて私的な天皇家及び摂関家が作るということになったんですね でこれで天皇家や摂関家が荘園をどんどん作っていって、その時には周りの土地もガバーッとですね、取り込んでいって、さらに、富裕圏だけじゃなくて、不入圏も認めろよと。で、この不入圏やけどな、税取りに来るだけじゃなくて、警察も入ってくるな、になったらしいんです。こうして、領域型荘園は規模が大きくて、税務署も 警察も入ってこない。違い方権になったんですね。ということで、荘園生異霊の時摂関家の荘園も整理されたということと、それから荘園生異霊の後、天皇家や摂関家が積極的に荘園を作っていくという、この2つの一見矛盾することは、 矛盾なく実は説明できるんだということが分かりました。カノコギノ賞の話をする前に、矢野の野のね、開発総称文書を見せておきたいと思います。カノコギノ賞の教科書に出てくる資料、あるいは義文書やと。鎌倉時代の終わり頃に作られた義文書で、中身も怪しいという話をするんですが、 開発領主がですね、作った本物の文章はどんなんということを見せておきますね。実はね、この文章、矢野の章開発総称文書と言われる文書ですが、これもね、本物説と後から作られた説とあるんです。今、半々ぐらいなんですが、で、仮にこれがね、後から作られたもの。 で、あったとしてもこれ、中に書いてあることは、これは本当のことを書いてある。と考えられています。旗のため時は作った文章、そのものである。としている研究者と、そのものではないが、中に書いてあることは本当のことや、あるいは本当のことを反映して書いてある。ということになって、 いいるんです、ね、読んでですすねね読きま1075年の文章です。1075年というと、御三条天皇の荘園清霊よりは後、天皇は白河天皇の時期です。播磨の国の大将、旗のため時という人がいました。 はたしってね、伏見稲荷とか、松戸大社かなあのあたりで今、京都では祀られているね、一族ですね。うん、イ来人やと言われていますが、兵庫県ってね、こっちの方はね、報道仙人という人が作ったお寺が多いんです。ところが、こういう感じで、 現在で言うと、愛い市、阿し、市、上郷し、町、み用、それから思想郡山崎、ここはね、報道先人ではなくて、旗の川勝文化圏なんです。旗の川勝って、聖徳太子の部下で、四天王と言われた中の一人です。で、ここね、はたしが開発したと言われているところが多いんですね。 でさっき言ったように、秦というのは、渡来人系で産業振興の技術を持っていた、だ酒造りとか土木技術とか、で、この秦氏が作ったお宮がですね、伏見と嵐山の方かにあってで、伏見にあったのが伏見大社になって、で魚野の方にあったのが松尾大社になっているんですね。で、その、 赤穂軍に力を持っていた畑氏の、まあ、末裔ですかね。で、ここに壇上と書いてますが、上助上左官の大上です。播磨の国の壇な国賀の役人ですね。で、この人、赤穂軍事もやってました。だから今で言うと、兵庫県庁の局長クラス兼相生市長。 あそれぐらいの人ですね。で、この人が土地を開発したいと言い出しました。どこ開発するかというと、でん。ここです。これ山陽新幹線の愛用駅があります。ここをね、川が流れているんですね。こういう感じと。こっちの方からも川がこう流れてくるんです。ここがね、荒れ地になってるので、一旦田んぼにしたらしいんだけど、 灌漑施設が壊れて荒れちゃったらしいんですね。で、ここをね、もう一回再開発したいと言うんです。左側に地図がありますねで。ここを開発させたい。この川とこの川。まあ、主にこの川を開発させてくれということなんです。で、どこまで開発するかということがここに書いてありますね。 東、南、西、北。この範囲、変えさせてくださいね。と。で、中ちょっと読んでおきますと、赤郡軍事、ゲシ志坊ス国際を、というかな、ね、国画の許可を得たいと。と赤郡軍事の旗のため時が国画の許可を得たい。で、久富の穂というところを開発したい。あ、これね、開発時にね、名前つけるんです。で、あとね、めでたい名前つけるんですね。 ひさとみのほうの範囲はこれですと。で、左の方にですね、理由書きが書いてあってね、で、この中のね、田んぼを再開発しましたら、干物が増えますので、国家の利益になりますと。で、ついてはですね、労働力がいるので、国がのね、労働力をこちらに使わせてください。という、 申請書です。で、これが通って、で、開発していくんですね。こういうのを開発総称文書といい。で、このように土地を開発していく人、これを開発領主と言って、第々地位としては、ハリマの国の大長、で、阿公軍事。今で言うと、県の局長、市長、そのあたり。 当時の言葉で言うと、在の長肝心、国画の肝心、このあたりが開発領主になっていくんですね。この場所はどこかというと、Google Earth の地図で見ると、ここです。ここを開発するんですね。でね、ここ開発してね、開発した後ね、これをハリマの国紙に寄進するんです。 国画のね、許可取ってで、国画のね、労働力使ってね、開発してね、それをね、国士に寄進して自分のものにしちゃうっていうそんな許されるんかと <laughs> 思うんですけどね。できるんですがね、もうこの辺国士も、開発用紙も何までやってるんですかね。これ、わかんないですねで。とにかくここをですね、有馬の国の国士、藤原泣成に寄進、 しました。一応、基地形障害みたいなものになるんですかね。ただ、この時はね、地域がね、ごっつい限定されている。これが特徴ですね。で、さて、冬場の秋末さんは、白川上皇の院の謹慎でした。播磨の国志ってね、むちゃくちゃ儲かるんです。播磨って一番儲かる国なんですね。一番儲かるのはね、 多財府です。あそこはね、博多の貿易握ってますからね、中国の貿易。あローン街に儲かるんですが、まあ、それはさておき。普通の国で一番儲かるのはハリマなんです。で、むちゃくちゃ儲けてですね、この財力で白川院政を支えたんですね。で、白川上皇からも、お前はよう稼いでくるな、ということで、どんどん出征していったんです。それで、 藤原生この人が久富の方の寄進を受けてで、そのお孫さん、徳士さん、この人が鳥羽上皇の愛人になって、後に天皇を生みますので皇后になりますが、鳥羽上皇の、ま、愛人長期になるんですね。で、この徳志さんが、私がおじいちゃんからもらった土地があんねんけど、ここですけど、 これ、荘園にして、って言ったら、鳥羽上皇が分かった。荘園にしてあげよう。で、こんなとこだけではね、対して収入もないし、ここに、いいとこあるから、国家料で、たっぷり年貢の取れるとこあるから、これ、つけたろう。でガサーッと荘園にしたと。それでね、さっき、 最初に開発した人が国史に寄進して、とりあえず荘園みたいにしたって言ったでしょ。こんなんね、面伝型荘園って言うんです。私たちが高校で勉強したことは、自己地形荘園と寄進地形荘園って言ってましたが、今、自己地形荘園という言葉はなくなって、初期荘園になっています。で、寄進地形荘園と、 言ってたものが、最近、面伝型荘園と領域型荘園に分かれているんです。それで、面伝型荘園っていうのは開発しました。で、ここを、こがいろいろうるさいから、有力貴族に寄進しとこうという、そういうタイプのもんです。目的は、国ぐが入ってくるのを、 できるだけ防ごうというね、そういうもんで。で、かつね、地域限定で指定するんです。この辺やっていうね。で、大体これ、国史面版でやりますので、ご参上天皇がこんな成立なあかんなとかいまあそういう類のもんです。こういうのは面前型荘園って言うんですね。小さいところはもう田んぼごとに。まあもうちょっと大きいのもありますけど、範囲を決めて、そして寄進する。 で、これに対して、荘園生異例の後で、陰性期に、鳥羽上皇や、ごしだ川上皇が作った荘園は、あるいは石関家が作った荘園は、寄進された土地があると、この土地を元にして、この周りをガバーッと取るんです。年伝型荘園というのは、開発したところだけが荘園になるんです。 ところが、領域型荘園というのは、これを手品の種にして、周りをガバッと取り囲むんです。これが領域型荘園ですね。領域型荘園作るときに、最初に誰かに土地寄進させて、で、今から上皇とか石関家がね、権力を行使する手品をやります。 その時、ネタがいるんです。これネタがないとね、手品できないみたいな。なネタにするためにね、ちょっと土地寄進しろっていうこともあるみたいです。だから、河瀬漁師の方が、ここを寄進しますってね、ちょっとだけ寄進したらね、よし、そこ勝因にしようって言って、ついでに周りをガバ,バーッと取ってしまうんですね。で、その結果、 ガバッと取ったとこね、これ、こんだけ取ったのは、これは、上皇とか、摂関家の権力で取ったわけですから、当然持ち主は、本家ですえ。しかしながら、ここね、承にするにあたって、協力してくれたやつがおるでしょそれを召喚にしましょうと。で、次に、 摂関家も、上皇も、院も、あっちはこっちに作っていきますからね、こういうのをね。蕎麦上皇なんて、百何十箇所、娘の八丈院に荘園を相続しましたから、いっぱいなじくちに作るわけですよね。そんなもん一人で管理できへんから、自分の身近にいる下級貴族に、今度荘園作ってん、お前に管理任せるわ、という形で、管理任せるんです。 で、そうやって、エ園の管理を任された下級貴族を両家って言うんですね。で、召喚なんですけど、自分が開発したとこはこんだけですよね。で、面々型荘園やったらこれだけしか自由にできないんですが、上皇と協力して領域型、領家形を荘園作ると、こんだけガサーッと手に入るんですよね。 で、ここ、お前に任せるわって、本家や両家に言ってもらうと、これだけしかなかった自由になる土地が、こんだけ全部自由になるんです。というふうに、領域型荘園というのは、石関家や院という非常に強力な権力を持っている人間と、地元の有力者が手を組んで作っていくんですね。 これが領域型荘園です。ということを基本的な知識として知った上で、肥後の国かの子儀章の話を見ていきたいと思います。で、この肥後の国かの子儀章というこの文章は、教科書に荘園の資料として入っていて、私も高校で教えていた頃、 これをですね、一生懸命生徒にですね、理解させるべくね、努力してました。これなかなかね、生徒に理解してもらう難しいんですが、ところがですね、この資料がね、実はね、荘園の成り立ちを説明するための資料としてはいかがなものか。いや、それどころか、この資料に書いてあることってほんまなんかという、 研究が進んでね。で、挙句の果てに、前回、どっかの教科書会社が送ってきた、鎌倉佐保先生の文章のように、これですね。鎌倉佐保先生って、2010何年間に出た、最新版の岩波日本史講座で、荘園のとこを執筆されてますね。この、寄進地形荘園。 加のこの資料には問題があるというのは1970年に指摘されてそれから50年も研究が進んで中世史の研究者の間では金子ョ章の資料あんなん駄目っすよということは常識になっているえー、そうなのか高校では一生懸命ね金子ョ章の資料を使ってね 奇心地形荘園とはこんなもんで、ってですね、高校生にね、説明してるのにね、もう大学の先生方の間では、あ、あれねー、って、<laughs> あれ全然実体反射ないで、まあ、あれ自体もう義文書ですよね、って。義文書。ということになってるんですね。なんてことだと。高校の先生としては、プンプン。 怒りたいとこですけど、でも、高校の先生でもね、まだね、そんな知らん人は要素あるからね。私も知らんかった、10年前までね。一生懸命あの資料教えてましたからね。今でもあの資料、一生懸命教えている先生、要素あるんでしょうね。でも、教えるしかないんです。あれね、よく出題されるしね。今でも、キシン地形荘園とはこういうもんだって、あれで教えることになってるし。 大工入試も出題されたりなんかするから、あれば避けて通れない費用になってるんですね。で、この文章です。これ何がおかしいのということでね。またこの荘園をね、探しました。どっかに書いてあるんちゃうかって、ね。ちゃんとさ、ちゃんと書いてありました。さすが伊藤敏和先生ですね。じゃあ、伊藤敏和先生のこの荘園という本によれば、この文章は、 どこがどういうふうに間違っているかっていうことをね、私なりに理解した範囲で説明したいと思います。そもそもこの文書なんですけど、書かれたのは1294年か95年です。っていうことはですね、150年から200年も経ってから作られた文書なんです。 何のためにですね、この文章が作られたかっていうことも研究の結果分かってきました。その頃ね、中原の高方、この人の子孫が裁判をやっとったんです。で、ここに中原の高方は預かりどころになったって書いてますよね。この預かりどころという式、あ、式というのは 仕事をしたらそれに見合う収入が入ってくるというね。そういうもんです。で、この預かりどころ式をですね、取られたということで返せと、そういう裁判をしてたんです。で、その時に、中原の高方が、私が預かりどころになったのは、これこれしかじかの理由があって、私は開発領主、 シャミ・命の子孫であって、私が預かりどころ式を持っていて当然なのだ。なぜ私のご先祖様のシャミ・命が開発して、私のご先祖様の中原の高方が初代預かりどころになったんだ。だからその子孫の私が預かりどころであって当然だっていう主張をしたんです。 そのために作られたのがこの文章なんですね。では、この文章は、本間のことを書いとんかと。別にね、150年から200年経って作られたからと言ってね、本当のことを書いてるんだったら、まあ一応問題はないんですけど。これ、裁判に勝つために、 一方的に自分の主張を書いたものなので、客観的事実を書いているのかいということになって、で、研究が済んだ結果、これってほとんど事実反映してないということが分かってきたんですね。この文章の場合は、これオリジナルなのか、あるいは後から作られたものなのか、 これについては意見分かれてるんですが、後から作られたものであるとしても事実を反映したものやと。ここに書いてあることで矛盾がない。だからこうだったんだろう。おそらく本物だろうと思われるが、いや、後から作ったんちゃうかという人もいるが、いずれにせよ、ここに書いてあることは事実を書いてあるん。 ところが、これは150年から200年も後で作られたものである上に書いてあることが事実を調べていくと事実と全然合わへん。だからこれ、義文書やということになっているんですね。では、どこがおかしいか、あるいは事実はどうだったのかっていうことをですね、この。 伊藤敏勘先生の本に書いてあることに従って説明していきたいと思います。まずね、この部分だけでおかしいところを言いますね。早江の院内心王って言うけど、早江の院内心王っておるんかい内心王って書いてありますから、天皇の娘ですよね。じゃあ、鳥羽天皇の娘に、 かいって人がいるんですか次に、開発領収、社味寿命って書いてあるけど、寿命さんってもっと偉かったんちゃうんですか開発領主って、さっきの旗のため時、播磨の国の大領阿公軍事、そのクラスなんです。 でもミジ寿命って調べていくと、中原の高かもそうなんですけど、これ中原家って、京都の貴族じゃないですか。とか、国司じゃないですか。開発領主身分じゃないです。開発領主身分ってもっと低いんですね。これおかしいじゃないですか。次に、この年貢の数値ですけどね。 これ400国 ?400 国ね、年貢ね、渡すって言ってるんですね。ってことはもっとたくさん取れたってことですよね。開発領主、シャミ寿命の集める年貢がどんだけかわかりませんけど、いや、そもそも開発領主が年貢取れるんかいという話もあるんですけどね。取れたとして、これ何百国もないとわけませんよね。400国を渡すと言ってるんだから。 でもね、400国年貢ね、取れる荘園ってかなり大きい荘園です。矢野省よりは小さいけどね、相当大きい荘園です。そんなん開発領主が作れるんかい以上。これだけ見ただけで、専門家は、それおかしいやんってことに気がつくらしいです。それから一番初め思えていたのはね、ここね、当時の総称という。 これ、なん、なんていうことで。私たちがね、確かここで勉強した頃はね、この当時というのは、これの書き間違いなんちゃうんかって言われていたんです。で、まず、この問題からいきますね。当時、当時。これ書き間違いちゃうんかって言われていたのは研究した結果、やはりこれは、 当時で正しいということになりました。なぜかというと、これは、この訴訟に当時が関わっていて、で、当時が言っていることが、この文書なんです。当時と、この中田隆方の子孫が一緒になって主張、言ってるんですね。声や。 だからこれやっぱり、当時、当時は、当時だから、これが正しいということがわかりました。次に、ヤノの院内心脳。これがなんでおかしいかということを説明します。蚊帳の院内心脳っていう人は実はいないんですね。 茅やの院という女性はいます。とばの皇后の一人に、これ大使さんと呼ぶのかなという人がいる。それは確かだけれども、この人は、藤原忠道のお姉さんで、藤原忠実の娘です。内心王とちゃうやん。ほんなら、この茅やの院内心王。 これ誰なんですかということで調べていくと、カエヌイン内親王には幼女はおるんです。この人ね、いろいろあってね、で結婚したのが、鳥羽とね、結婚したのがね、1133年、39歳で鳥羽上皇に受談したんです。ということで、 もうね、お子さん、ちょっと難しいかなーっていうことで、鳥羽上皇のもう一人の皇后、美育門院の娘。もう一人の皇后って変な感じしますけど、皇后大使さんは1141年に女院になったので、皇后から女院に変わったので、皇后の座が空いたので、 この人がになってるんですでその娘の A 氏内親王という人、この人を養女にしたんですで。ところがね、この A 氏内親王が14歳で亡くなってしまうんですね。そこで、茅野院は A 氏内親王を弔うためにお寺を作ってあげました。でそのお寺 に荘園をしたんですこれが鹿野古儀賞なんですね。だから、茅野院、これはこの人と A 氏内親王がごちゃごちゃになってるんです。それで、ここの肩書きが茅野院内親王ということになっているんですね。 ちゃんと義文書作るんやったら作るんでええけど、事実関係はっきりさせるよと。これ、事実関係間違ってるじゃないか。こんな人おらんじゃないか。ふ人りの人をごちゃごちゃにして作った。ですね。まあ、100年も経ってから作るんだから。ね、そんな間違いあるかもしれませんけど、正しい文書であればね、 こんな小的な間違いはしないということになりますよね。で、それ以外に事実関係が間違っているというので、それを説明していきます。開発領主のシャミ・ジミオが開発したって書いてありますが、この人は実は頭領クラスの人で開発領主じゃない。で、 この人が持ってた荘園はあったかもしれないけど、あったとしてもそれは面伝、国士メンバーで税を免除されるわずかな土地だったと考えられる。とってもですね、そこから400国を割いて、両家に渡しますというね、そんなですね、すごい 荘園を開発領主が作れるわけがない。と伊藤先生は言われています。で、次に、シャミジュミの子孫の中原の高方が、藤原のサネマに寄進して、領家になってもらって、その時に年貢400曲を渡しました。それ、1086年のことです。と書いてあるんだけど、そこは、 事実に反すると。じゃ、この藤原の実政、これどんな人なんやということで、ウィキペディアから取ってくるとこうなります。この人は、白河天皇の東宮学士、教育係でした、まあ。御三条天皇の皇太子時代の教育係でもあったようで、まあ、なかなかの人のようですね。で白河天皇が、 天皇になったときに、恩師ですのでね、先生のことも考えますよ、ということで、受賛美、賛義になります。結構な地位まで上がってますね。1080年には、太宰の第2で12位になりました。すごいんですね。国業ですね。太宰府の長官は、措置ですが、措置は京都にいますので、 現地に行く人では、太宰の第二が一番偉いんです。ダザイ府のナンバーワンになったわけですね。実際、九州のナンバーワンになったわけです。すごい権力持ってる人です。この人がその権力を使って荘園を作ったんではないかと。カノコ儀章って、ここは確認は取れないけど、サネマサが、サネマサの権力を使ってカノコ儀章を 作って。で、そこの管理をする召喚として、中原の高方を指名したと。だから、高方が持っていた土地を実政に寄進したのではなくて、実政が権力で荘園を作って、その荘園の管理を中原の高方にさせた。で、ところが、この実政なんですが、 宇佐八幡宮と争って、で、佐八幡宮からですね、サネマサは困ったしてや、という訴えがいってですね、京都に。で、結局まあ、ウサ八幡宮との争いに負けたんですね。で、1088年、座座の第二を辞任、座るを得なくなって、で、さらに、伊豆へ流罪になって、で、帰ってくるんですけど、 1903年に亡くなってしまいます。で、サネが失脚して、流罪になっちゃったので、サネが持っていた荘園は、これは当然ながら没収されてしまったんだろうと。で、サネの子孫に、元祭という人がいて、サネが作った金子木の荘は、一回バラバラになってしまうんだけど、まあ、あちこち、 残骸というか破片というか、そんなんが残っていて、で、これをネタにして、領域型荘園を作ろうと。さっき言いましたよね。領域型荘園を作るには、ネタになる土地がいるんです。その土地を荘園にするときに、権力を使って、ガッと土地を囲い込むんですね。で、元祭は、蕎を王家と組むことにした。 岩西は荘園の残骸を鳥羽王家に寄進してで、この茅野院を本家にして、領域型荘園を作った。で、ご苦労さんということで、岩西が領家になって、年貢は山分けしましょうね、ということになったんです。この茅野院が持っている、鳥、ま、羽、あ、王家の一員、鳥羽の皇后ですからね、鳥羽の皇后、茅野院が持っている カのコギシか。このカのコギシが、娘の英氏内親王が亡くなったときに、カエヌが持っていた本家という権利が、ショー院っていうんですかね。ここに寄進されて。で、ショ院クドクいうのは仁和寺の下にあったので、仁和寺のものになって、で、ニ寺から、ここはちょっとどういう 計画は分かりませんけど、当時へ移ったと。従って、鹿野古希少は、本家は当時になっているんですね。ところで、元斎の方なんですけど、この人の、ね、子孫がね、仲間割れするんです。元斎から相続したいろんな諸権利ね、これをぐってね、争って、その争いがずっと続いていてですね。 で、鎌倉時代の真ん中あたりで裁判沙汰になって、で、その裁判の時に、この資料が出てきたと。本家であった当時が、まあ、応援する形でかな、介入してきて、この文書が作られたらしい。ということがですね、土日後の国、金子木の章の文書の本当の姿だ。らしいです。 だからこの資料を使ってですね、一生懸命、開発漁師の三味寿命が開発してね、で、それを国司から守ってもらうために、藤原実政に寄進してね、良家になってもらってね、実政のその元祭が力がなかったんで、国司に舐められたんで、これではあかんということで、もっと強い人に守ってもらおうということで、買い抜い 内心脳に寄進したんですで、本家です。両家です。開発漁師の子孫が預かりどころです。と教えていた。私たちは何だったんだ。という話だというのがですね、大学の荘園研究者の間では、周知の事実であるらしいです。 まあそんなもんかな。ね。まああのー、大学の先生方がですね、いろんなことを言ってですね、で、大学の先生の方で、ほぼほぼこうだろうということになって、それが教科書に反映するのには、早くて20年、遅ければ40年ぐらいかかりますからね、と思いますね。